シャーベット、シャーベットは、糖類の他果汁や酸などを加えて凍結させた例化。これには乳脂肪分や乳固形分を含む場合もある。英語圏では、シャーベット、イギリス英語とアメリカ英語同じと表記するが、多義的であり、評価、アメリカ合衆国あるいは弾けるキャンディー、イギリス、ニュージーランド、オーストラリアのことを言う。オーストラリア英語と、 ニュージーランド英語ではシャーバートと呼ばれることがあり、しばしばアメリカでもシャーバートと誤認されている。シャーベットは古くは発泡性、または氷で冷やしたフルーツがベースの飲料であったが、イギリス、アメリカ、オセアニアで異なるものを意味するように変化していくにつれ、その意味及びスペルと発音は三つの英語圏の国の間で分離していった。イギリスでは アメリカのシャーベットに近い評価をフランス語からの借用語を用い、ソルベと呼ぶが、発音はむしろ英語風になるため、ソーベイに近い。シャーベット及びソルベはどちらも、果物などから作ったシロップを水で薄め、砕いた氷を入れて冷やした飲料を意味する、シャルバート、アラビア語で、飲み物、ジュースを表す、または、シェルバットに由来している。シャルバットの語源は、シャリバ、の無である。 シャーベットはアイスクリームのルーツにもなった霊下で、すでに陰の時代の中国や古代エジプトには存在した。古代には貴族層や富裕層の食べ物で一種の健康食品としても利用され、古代ギリシャ、古代ローマ、アラブ世界、中国などに様々な形態のものがあった。ローマ帝国の皇帝だったネロはアルプスから万年雪を運ばせ、この雪にバラやスミレの蜜、 果汁、蜂蜜、樹液などで味付けしたもの、ドルチェビータを食したと言われている。また、ジヨとト物語には冷たい飲み物であるシャルバートの記述がある。9世紀にシチリアを征服したアラブ人が持ち込んだシャルバートが、評価グラニタの原型になったのではないかと考えられているが、古代ギリシアと古代ローマにはすでに高山から採集した雪でワインを冷やす習慣があった。 一方、東アジアにも古くから評価を楽しむ習慣があり、東方圏文読に評価が登場することから、マルコ・ポーロが中国からソルベに似た評価を持ち帰ったとも言われている。アラビア文化圏のシャルバートがシルクロードを経て中国にもたらされたという元の記録がある。大元帝国を建国したクビライアセ1215から1294年は、 かつて父の病を癒したイスラムの妙薬を求め、それがサマルカンドのシャサトハチで各種の果汁に砂糖を混ぜ、バラの香りをつけた水、竜よだれ香などで風味付けしゆきや氷で冷やしたものだった。クビライはシャサトハチのあまりの美味しさに驚嘆したと伝えられ、調合したイシサルギスを主観させ興奮したという。シャサトハチはシャルバートの漢字分け。 1533年、フィレンツェのカテリーナ・デメディチが、オルレアン公、アンリ・ド・バロアのもとに腰入れしたとき、同行したイタリアの料理人の中に、シチリア人の評価職人がおり、フランスの宮廷に評価が伝わったと言われる。しかし、ニューヨーク大学のローラ・ワイスは、この話には根拠がないと述べている。16世紀初頭には、 パドバ大学の教授だったマルク・アントニウス・ジマラが水に多量の小石を溶かすと、吸熱反応を示し、水の温度を下げることができることを発見した。この原理を利用することで、従来のように雪や氷を使用しなくてもシャーベットのような食品を人工的に凍結させることが可能となった。17世紀末までにはソルベがパリの街中で売られるようになり、ヨーロッパ中に広がっていった。 シャーベットは甘くしたフルーツジュースまたはフルーツのピューレを凍らせて作る評価である。普通はシャーベットはソルベよりも材料が多く、普通牛乳、卵白及びゼラチンのようなものを含んでいる。米国でいうシャーベットは乳脂肪分を1ないし2%含んでいなければならない。またアイスクリームよりも甘味料がわずかに多く含まれていなければならない。もしそうでなければ、 乳脂肪分が多いか甘味量が少なければ、アイスクリーム、乳脂肪分と甘味量が少なければ、アイスミルク、もしくは牛乳が全く含まれていないならば、ソルベとして販売されなければならない。米国のシャーベットは少なくとも1ガロンあたり6ポンドの密度があり、フルーツなどの味がついている。普通は、シャーベットもソルベも、レシピとしては入れ替えることができるが、シャーベットには、 牛乳が入っているため、凍るのも溶けるのも遅い。ソルベはフランスで完成された評価であり、米国で有名になったのは割と最近のことである。ソルベの持つイメージにはシャーベットにない高級感がある。ため、高級レストランのメニューに、ソルベはあってもシャーベットは、まずない。ソルベを作る過程で、ソルベが完全に凍る前に、溶き卵と低脂肪乳を加えると、シャーベットができる。 シャーベットは、しばしば、低脂肪性の代替物として、アイスクリームと並べて売られている。英国でのシャーベットは、弾けるパウダーの一種である。日本で駄菓子として売られている、粉ジュースに近い。重曹、樹石酸、砂糖などからできていて、通常は、クリームソーダ味か、フルーツ味がついており、ジュースや、唾液の水分と反応して、酸、塩気反応を起こす。 市販品の炭酸飲料を買うよりも家で作ることが多かった頃は粉末レモネードからレモネードを作るのと同じ方法で様々な飲み物に混ぜて炭酸飲料を作るのにシャーベットが使われた。シャーベットをボール紙の筒に入れリコリス菓子でできたストローを添えたものはリコリスフォンテインという名前で売られている。 シャーベットの粉をリコリス菓子のストローですことを想定しているのだが実際にはうまくいかないため、シャーベットを口に流し込んでおいて、リコリス菓子は別に食べることが多い。袋に密封された棒付きキャンディーに、シャーベットの小袋がついてくる、シャーベットディップもよく知られている。棒付きキャンディーを舐めたら、それをシャーベットの中へつけ、シャーベットを舐め取るようになっている。 棒付きキャンディーにシャーベットを乗せて、口へ運んでもよい。小袋が三つか四つの部分に分かれていて、小袋の一つに、キャンディーでできた食べられる棒。残りの小袋に、いちご味、オレンジ味、コーラ味など違う味のシャーベットが入っている。シャーベットディップもあり、味の違うシャーベットが一度に楽しめる。シャーベットを食べるときにくしゃみをすると、シャーベットが鼻に入って、痛い思いをしたり、 シャーベットの粉末が部屋中に撒き散らされるため注意が必要である。シャーベットは他の駄菓子と組み合わせられることもある。例を挙げれば飴の中の詰め物として使われたり、シャーベットレモンなど食べられる紙の容器に包まれたもの、フライングソーなどがある。英国、オーストラリア、カナダで通常手に入る評価はアイスクリーム、フローズンヨーグルトおよびソルベである。 英国で、シャーベットと呼ばれるものは、ソルベの一種と考えられている。英国及び、オーストラリアの一部では、シャーベットは、アルコール飲料、特にビールを指すスラングとして使われてきた。シャーベットは、フルーツジュースで作った冷やす東洋の飲み物の名前で、これのヨーロッパ版のものの名前でもある。ヨーロッパのものは、しばしばシャーベット粉末を混ぜて発泡性にした。 ビールを指すスラングとしての使用は、1890年代初期のスラング辞典に記されているが、今日でもスラングの一覧に載っている、特にオーストラリアのスラングの一覧として。ショービズシャーベットといえば、英国のスラングではコカインを指す。1990年代のロンドンでは、シャーベット、またはシャーベットダブがタクシーを指すオーインスラングとして使われ始めた。 オーインスラングについては、コックニーのページを参照。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。